ボリビアで食されるパンの一種。いもの粉とチーズを混ぜたものを焼いて作られる小さな握りこぶし大の丸いパンでもちもちした歯ごたえがある。そのままを食べるほか様々なおかずと合わせて食べることも多い。多くは床粉を用いるが稀にトウモロコシ粉で作られることもある。床粉に対して3倍程度の量のフレッシュチーズを混ぜ砂糖と塩を入れる。 塩の量はチーズの塩分に合わせて加減をする。チーズが十分にしょっぱい場合には塩を入れないこともある。玉にならないように少しずつ牛乳を加え、しっとりと滑らかになるまでこねる。この生地を小さくちぎって丸め、床粉をまぶして、互いにくっつかないようにした上で、200から250度の高温のオーブンで20分程度焼く。ボリビアでは高地である。 アンデス地域よりもサンタクルースでラシエラなどの定地で食されることが多い。同様のパンはアルゼンチンやパラグアイではチパと呼ばれドーナツ状に焼かれることもある。またブラジルのポンデ形状もクニャペとよく似ている。ボリビア定地の街では朝にクニャペを焼いたものを道端で売る姿をよく見かける。クニャペという名前はグアラニー語に由来するとされる。クーナは 女性を意味し、ポリエチレンは、胸を意味するとも、小さいを意味するとも言われる。すなわち、このパンの形を、女性のちぶさに例えたか、ボリビア定地に多い小柄な女性に例えたものと思われる。ありがとうございます。